最後に、まあ、リーダーシップ論のつながりのことも申し上げていますが、リーダーの回って、こう見てて、3つ私があるように聞きますが、今、福島さんおられないんですけど、あとで我孫子の市長やっておられて、ね、福島さん、今日夕方お話しされるようですけど、ね、LTV というところなんですが、仲間の、ちょっと見てるとですね、大きく言うと3つ、1つは自由本人的な人、自由本人、それから2つ目、カリスマ的なリーダーシップ行使という人、それから3つ目、民主的なです、ね、形でやっていく、昔なんかこれはリーダーシップの中で、実験があるようですね、自由放任、全部自由放任でやるっていうのはですね、その成果がなかなか大きく出てこないということですよね。自由放任的なリーダー、民家内で、ね、経済が自動的に膨らんでいく、それから税収が上がってくる、まあ、とにかく民家内でかなりうまくいっている時代だから、対前年の予算でもマキシムをですね、いかに公平に配るか、そこだけ気にしてればいいっていうのは、あとはもう民間の活動でうまく回っていくような時はですね、かなり重要的なスタイルが多かったんですけど、まあ、それはやっぱり成果ですね、量、質問というか、2つ目、民主的なリーダー、まあ、これが、成果もぐっと上がるんですが、しかし、カリスマ的なリーダーとですね、それ民主的なリーダーとやっぱり成果のその量とすれば、まあ、そんなに変わりはない。で、何が違うかというと、その評価の軸としてもう一つ、内部の構成員ですね。だから副部長さん、知事とか市長とか、それから会社で言えば社長、そういう人がですね、掌握している部下、部下の職員ですね。職員の人たちの満足度、満足度から言うと民主的なリーダーのもとに使えているその職員の満足度がぐっと上がってですね、カリスマ的なリーダーに使えている職員ですね、これ不満が、もう汗こせとパパパパ言われますから、不満がどん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 充満していく、ここについてはここ大きく違いがある、まあ、そうすると、まあ、何がいいのかというと、やっぱり民主的なリーダーだという結論になりがちなんですが、ここはちょっと違っててですね、違っててっていうのは一般的な場合にはそれでいいのかもしれませんが、外部環境はですね、非常に危機管理的な、側面が要求されるときですね、戦争になっているとか、今のインフルエンザなんかもある種そういうときなんですかね、そういうときには、カリスマ性を備えるです、ね、リーダーの方がいい場合は、だからここは外的な環境の時ですね、時と場合によって大きく変化をする。ただしどうしたってやっぱりカリスマ的なリーダーの場合にですね、臨機応変な対応ができるんですが、職員の不満がどうしても高まっていくので、なかなか長続きしない。民主的なリーダーの場合にはですね、最終的に組織として意思決定するまで、リーダーが行動を起こすまで、どうしてもある種の時間がかかってくるんですね。そこを、臨機応変のですね、瞬間的な対応を求めるときにどうもなかなか間に合わなくて、行動はですね、だからこれをカリスマ性とそれから民主性をですね、両方備えたようなリーダーの下で組織を持っておくと一番いいということなのかもしれません。これはなかなか両立しなくてもそもそもそんな使い分けがうまくできるかどうかっていうのがあってですね、これは大変難しいと思いますのような、まあ、そういうことのようです。まあそんな単純にですね3タイプ分けられるかどうかっていうことは、まあ、それぞれの要素をうまく何割ぐらいずつ管理するかというところなんですが、逆に言うと下の、組織の構成としてみるとですね、要は私も知事ずっとやってましたが、知事だけやったわけじゃなくて、むしろ県の課長を何年もやってたんですね。それで知事を一体どう使うのか、それから、まあ、大臣もやってましたが、それを冒頭申し上げましたが、わずか1年数ヶ月ですから、むしろ大臣というのはどう使うのかっていう、その上場長にそこで役にやってた期間がずっと長いですね、十何年ずっとやってたんですが、まあ、の頃は今とだいぶ違ってましたし、当時の建設大臣の時って大体みんな自分のところの過失がどうなっていて、それしか聞かなかったんですね、勘弁してほしいなと正直思ったりもしたんですが、まあ、それでもやっぱり大臣をどう使うのか、大臣どういうタイミングでどういう方向からですね、どう使っていくかということを一方で考えました。で、まして県庁の時は課長だったんです。知事をどういうふうに使うと、知事というポスト、まあ、
知事というのはもちろん個性を持ってて、個人の要素はむしろなおさら地方の首長の場合には強いんですけど、でポストとしては知事をどういうふうに使ってですね仕事を進めていくのか、その使い方も考えてますが、先ほどに言いましたように、どうしても首長とは個性を持ってますから、どっかにカリスマ性とか優勢とか優勢の頭があるんですけど、そこはもうその人の個性によるところなので、大阪の府知事のような人が来た時はそれは覚悟してですね、カリスマ性を逆にどういうふうに使うかということを皆さんが考えていると思いますし、それからそういうカリスマ性を持ってない副部長の場合、今度逆に、その時内部の意思決定をどういうふうにしていく、どういうふうに動いてもらえばということをまたいろいろ考えると思います。所詮はいずれにしても組織があってですね、その中で、意思決定をして活動していかなければいけない、しかもそれは地方の場合には政府の立場でいろいろ行動すると思うんですが、これから先は多分夕方の加藤さんのですね話とか、その前に福島さんの話があるんですが、考えておいてもらわないのいかなければならないのは、いずれにしても市民生活、市民社会の中で政府からこれからどういう役割を果たすのか、その限界とですね、それから公用ということを考えているんですが、今公共の分野を担うのは官だ、それからプライベートの私的な分野を担うのが民だという、そういう勝手の二元論的な分け方というのは通用しない。公共の分野でも多様なですね担い手がそこで活動する、でそのルールだけは決めておく必要があると思います。そのルールを決めるというのは、選挙で選ばれた、ものがですね、そこで議会などで議論して、そして決めていくということになります。官というのはそういうルールを決める、そしてルールをですねいかに実行していくか、誠実に実行していくかというところに、働く場があるので、その他いかに公共の世界でも、公共の世界で官がまだ動く部分は非常に多いと思うんですね。そこは多いと思うんですけど、その他に民であったり、それから NPO であったり、多様な主体が場合によってあれですね、各労働組合であったり、それから、利益団体という人たちもルールに従っていればその中で活動ができるわけですから、あるいは公共分野を担っていいと思いますので、そういう多様な担い手の中で政府部門がどういう活動をしていくべきなのか、それからそれも市民社会という中でですね、いかに市民社会の一員として行動すべきなのか、それをよく考えていく必要がある。